メヌマバイパスとは、栃木県足利市から、埼玉県入間市に至る国道407号のうち、埼玉県熊谷市メヌマから同市、石原までの区間を指す。埼玉県熊谷市中奈良付近熊谷市メヌマ地区の中心部を通過している、現在の群馬県道、埼玉県道341号、大田熊谷線のバイパスとして1971年に開通したもので、 全区間片側に車線となっている。1982年に国道407号線を新規制定するにあたり、東バイパスが国道の本線として指定され、旧道は引き続き大田熊外線とされた。群馬県大田市から南下し、群馬県と埼玉県の県境にある利根川に架か,かる、片並橋を渡った国道407号は、目沼の,の市街地に向かう旧道と分かれる。 ここが、目沼バイパスの起点である。途中、道の駅目沼がある。さらに南下し、福川を渡った地点から約4キロメートルの区間は、途中熊谷バイパスの立体交差をくぐり、ほぼ直線道路となっている。その先はカーブとなっており、終わりには、目沼バイパス終点の熊谷警察署前交差点がある。熊谷警察署前交差点では、 東京都の日本橋と新潟県を結ぶ国道17号と交差し、直進方面は秩父や山梨県に向かう国道140号となる。建設時の経緯上、現在も一部でメヌマバイパスという故障は残っているものの、国道407号線としては、最初からこちらが原動であり、バイパスという表現は正確ではなく、正式な標識にバイパスとは表記されていない。 熊谷警察署前交差点から先は、入間方面へ直結する道路は建設されておらず、既存の国道17号上が重複指定されており、熊谷市街地の大田熊谷線と本線入間方面の境界である本国2丁目交差点で交差するルートとなっている。しかし、国道17号は熊谷警察署前交差点前後でよく渋滞しており、通過に時間がかかっているが、 現時点でこれを回避する有効な道路はない状況が長年続いていた。当初、国、県では特に動きはなく、熊谷市が都市計画道路、熊谷西環状線の整備計画を立て、埼玉県が主要地方道として2019年5月20日に開通させた。本線への合流ルートの直接の代替にはならないものの、目沼バイパスから分岐して、 熊谷警察署前交差点や熊谷市街を避け、既存の道路を介して、熊谷東松山道路支線に直結できるようになり、大田方面と関越自動車道東松山、インターチェンジや東松山市街との往来がスムースに行えるようになった。また、重複区間のうち、熊谷警察署前交差点から、熊谷市街中心部入り口までが対面に車線となっており、 この4車線化も、熊谷市が計画している。他に、直接この渋滞の回避策として計画されているわけではないが、目沼バイパスの途中に接続する熊谷市道、第二北大通線を呼び、そこから直結する埼玉県道257号、かぶと山熊谷線進道が将来全通すれば、熊谷市街中心部を避けて、入間方面への迂回が可能となる。 熊谷警察署前交差点、国道140号側より、正面が目沼バイパス終点、右側が国道17号との重複区間。ありがとうございます。